おい、キリュウ、こいつを見てくれ。これは？今朝東京湾に上がった女の水死体だ。この入れ墨、死因は頭部挫傷および出血多量によるショック死。死体はコンクリートの重しをつけられて沈んでいた。かなりの拷問を受けている。水木なのか。何とも言えんが、ただこの入れ墨、水木の入れてた模様と一緒なんじゃないのか。これは。どうした。この辺りよく見てくれ。小さく歌って文字が見えないか。ああ。こいつは二代目歌堀の仕事だ。この堀氏は必ずどこかに自分の銘を入れるんだ。じゃあこの死体の入れ墨もその堀氏が。ああ、俺の背中も掘ってくれた。千両通りとピンク通りの間の竜神会館にいるはずだ。写真の女が水木なら遥には酷だ。あいつには伏せておく。ああ、ちょっと出てくる。いってらっしゃい。